結婚して2年優しい夫、私は世界一不幸な妻だ。緩んだ顔してんじゃねえ。スマホって人類史上最悪の発明だよね。アヤはどうなの？旦那のスマホが置いてあったら見る？見ないよ。だってカズマのこと信用してるもん。カズマさん浮気しなさそうだもんね。誰もが羨む理想の夫婦、そう思っていたあの時までは。夫のスマホに届いたメッセージ、一度見たらもう後戻りはできない。里美？誰？聞いたことないけど、うん、愛する夫に抱き始めたある疑惑。なんで男の人って浮気するの？罪悪感とか背徳感に勝る楽しさあります？なんで知らない女のメッセージ一つでどん底に突き落とされなきゃならないの？楽しい夫婦でいたいならことを荒立てるのは得策じゃないっすね。そんな綾にカズマは、結婚記念日は一緒にディナーしよう。一年に一度だからね。よかった、大丈夫、私は愛されてる。そして迎えた結婚記念日。はい、もしもし。ごめん、取引先の部長が酔いつぶれて帰れない。いや、カズマそんな。せっかくだから楽しんだ方がいいだろ。許せない、2回目の結婚記念日は今日しかないんだよ。家を飛び出したアヤ。結局他に行くところもない。2回目の結婚記念日おめでとう。一日違えばすっかり色褪せてしまう。結婚記念日のプレゼント、ベッド行こうか。他の女を抱いたから妻も抱いておかなきゃいけないと思ったの。ごめん、今日はダメな日だから。カズマが浮気してるかもしれない。カズマさんってさ、インスタやってる？カズマさんみたいに忙しい男の不倫相手は圧倒的に同僚の女が多い。この女よ。この女とカズマがどうする？見るの？見ないの？真実を知りたい。カズマの秘密を全部知りたい。そこには知られざる夫の秘密が。そして明かされる衝撃の事実。サプライズで彼氏にプレゼントもらった。すっごく可愛い時計だよ。一度変わった関係はもう元には戻らないから。ふざけんな。覚悟はできてんの？